ああ、大丈夫ですかね。聞こえてる？あ、もう、聞こえます。あ、はい。それでは、私のセッションのインスタントランを実現する仕組みというのを話をしたいと思います。まあ、ざっと自己紹介し、あ、入ってない？ん？入ってない？おや？ああ、聞こえますかね？大丈夫ですかね？はい、すいません。ざっと簡単に自己紹介しますが、普段はザマリンという会社で、Android の開発ツールのビルドなんかをやるような仕事、ビルドツールを作るような仕事をしています。Android アプリは全然書いていないどころか、普段グレードルどころか Android スタジオすら使ってないので、なんでこんな話を私がしているのかよくわからないとかと思いますが、聞いてください。そんなわけで今日はインスタントランの話を、30分ぐらいしかないので、要所要所かいつまんでしたいと思います。よいしょ。で、インスタントランというのは、すごく簡単に言ってしまえば、高速な開発を可能にするために Android Studio 2.0 で集中的に強化されている機能の一つですね。で、 Android Studio 2.0 って特に他にも Android エミュレーターの高速版、昔からジェニーモーションとかいろいろあったんですけど、それの早いのが標準で入ってくるようになって、開発がストレスなくできるようになったと。で、それと同時にインスタントランというこの機能が追加されて、そのビルドと実行が迅速に行えるようになったと。そういうためのもので、インスタントラン自体はビルドとデプロイメントとデバッグ、実行ですね。デバッグ自体については多分特別な機能ってそうそうないと思うので、主に実行の部分を、強化した機能だと言えます。でこの話をするためには、そもそも Android のビルドってどういうふうに行われているかっていうところを基本から押さえていかないとちょっと話しにくいので、その話をさせていただきます。で、インスタントランというのは、完全にデバッグビルドだけの話です。で、ビルドっていうのはそもそも、デバッグビルドっていうのとリリースビルドっていうのは大体2つ種類皆さん作られるかと思いますが、デバッグビルドっていうのは皆さんの実行するの環境は、開発者の皆さんの環境だけですね。で、それに対してリリースビルドっていうのは、皆さんGoogle Play とかにアプリケーションアップロードする、その時に実行される環境はもう本当にユーザーの皆さんの環境、どこに持っていってもそのサポート対象の環境なら実行できなきゃいけないものだと。で、デバッグビルドっていうのは皆さん頻繁に行うわけですね。コード書いてデバッグして、あ、これダメだった、もう一回ちょっと書き直して実行しようで、ダメだったで、これひたすら繰り返すわけですね。なのでビルドは頻繁に起こる。で、それに比べてリリースビルドっていうのは普通そんなに行わないものですね。皆さんプロガードとか使ってて、なんかリリースビルドだけおかしいよとかそういうふうになってたら頻繁にやることあるかもしれませんけど、そういう特殊事例を除いては基本的にはあまり行わないと。で、逆に今度はデバッグの、パフォーマンスに関してですけど、皆さん頻繁にビルドを行ってデバッグ実行したいので、デバッグビルドというのはなるべく早く行ってほしいというのが皆さん の希望としてはあるはずです。で、逆にリリースビルドっていうのはそんなに行わないものですので、そんなに遅くても早い方がいいけど、そんなに気にしないものかと思います。で、最後にアプリケーションのサイズですが、これは逆にリリースビルドをしているときには非常に厳しい、なるべくダウンロードサイズは小さくしたいですよね。で、それに比べてデバッグビルドっていうのは、実行している皆さんの環境でロードして実行できればとりあえずは問題ないから、そんなにサイズっていうのはシビアではないじゃないかなと思います。で、Android のデバッグビルドに特化した他の話題としてはですね、Android のデバッグビルドのパッケージ、生成されたパッケージっていうのはとりあえず皆さんの環境でさえ動いてくれればいいので、いろんなこと、それによっていろいろなことを省略できることはあるはずだと。で、あとはデバッグビルドっていうのは基本的にプロガードみたいなコードを削るようなやつとか難読化するとかそういうことは全く必要ないわけですね。コードって自分しか読まないわけですからね。で、もう一つとちょっと特殊な事情として、 Android のデバッグビルドを実行しているときは、そのアプリケーション以外にそのデバッグのために必要な、あるいは便利な余計なファイルをその開発者の端末にちょっと余計なものをセットアップしてデバッグ簡単にしたいとか、そういうことができるわけです。
ちなみに、まあ、Android のデバッグビルドとリリースビルドって本当はそう違わなくてもいいんですけど、 iOS なんかでデバッグビルドなんかしてるともう全然違うわけですよね。デバッグビルドって iOS シミュレーターとかで実行して X86 の、 バーチャルマシンで動かして、まあ、早いで、リリースビルドというかデバイス向けのビルドとかやるともう本当に全然違う ARM 向けの、動的コード生成が実行できないとかいろいろ制約がついた実行になるという感じで iOS はだいぶ違うんですよね。まあ、そんなわけで、Android のビルドというのはまあそういう感じのものですが、そもそも、ビルドシステムって皆さんどういうことをやってるのか想像つくかちょっとわからないですけど、ビルドシステムっていうのは基本的には一連のビルドに必要なタスクの集合を書きます。で、タスクの中にタスクというのは何をするかというと、そのビルドタスクが終わるとビルドのタスクに入力として渡された入力情報から、何かしらのファイルの出力、ファイルとかその他の出力を生成するものです。だから、Android のアプリケーションのビルドっていったら例えば Java のソースコードとかリソースのファイルとかそういうものから最終的に、まあ、APK ができるとかそういうことですね。で、重要なのはタスクにはその依存関係の記述みたいなのがあって、まあ、このタスクを実行するためには前の段階でこのタスクを終わらせてなきゃいけない。例えばJava のソースを、コンパイルする前に RJava というリソースから生成される Java のファイルなんかありますね。あれなんかを生成するためのタスクを実行しておかなきゃいけない。これはAPT というツールで行われるんですけど、これを先に実行しておくとかそういう依存関係を記述してあるのが、まあ、このタスクの役目の一つですね。で、タスクの重要な要素としては、タスクというそれぞれのタスクの中ではビルドのアウトプットをキャッシュしておくことができると。どういうことかというと、Java のソースコードに何も手を加えていなかったら JavaC もう一回呼び出してもう一回 Java コンパイルしてクラスファイル生成するの完全に無駄ですよね。皆さんそんなこともうする必要ない。以前に作られているクラスファイルとかをそのまま使い回せばいいわけです。なので、まあ、ここではアウトプットというのはだいたいキャッシュされているもの でもし必要がないタスクがあったらもうタスクの実行をスキップするということがビルドシステムでは、まあ、行われています。で、これ口で説明するのはすごく簡単ですけど実際に実装するのってすごい難しいんです。私が自分で実装しててたくさんバグ作ってるのは、もう間違いないんですけど、インスタントラン実装している Google の Android Google グレードルプラグインかな、そこのチームの人たち の実装にも結構なバグがあって、最近インスタントラン Android 2.0 ベータ頻繁にアップロードされていますけど結構インスタントランバグバグなんですよね。で、結構多分この辺周りでバグがあって、これGoogle スライドからリンクされてるんですけど、Google イッシュAndroid のイッシューズに登録されてるバグなんかでもそれに起因するっぽい中途半端なタスクの記述に起因するっぽいバグがいくつかあります。で、もう一つちょっと補足しておくべきこととしては、その Android のアプリケーションをビルドした後ターゲットのなるデバイスとかエミュレーターにデプロイしなきゃいけないですね。 ADB プッシュして送らなきゃいけないですね。これもタスクで記述したりすることあって実際多分してると思います。で、 APK というのは、Android のビルドアウトプットになるのは、まあ、先ほどから言及してますけどアプリケーションの APK ですね。 APK の中に何が入っているかと言いますと、まあ、まず最初に Android マニフェスト XML が入っている。それからアプリケーションの Java ソースコードをクラスファイルに変換して、クラスファイルをさらに DX というツールで変換して生成されたダルビックのバイトコードのファイルが、まあ、クラスイズデックスというファイルが入っている。で、それと別に、コンパイルされて ZIP された、リソースとアセットの、アーカイブが、まあ、ZIP アーカイブ、APK は ZIP アーカイブなんですが、要するにアーカイブの中にアーカイブとしてさらに入っていると。で、最後に、ネイティブライブラリー、補助的に使われていたらこれも入っているという感じです。APK をビルドするためにはこれらすべてを入力ビルドタスクの入力として渡してやる必要があるわけですね。で、これらの中のどれか一つに対が変更されたら、まあ、APK がビルドされてで最終的にアップロードされることになるって、これが Android のこれまでのビルドシステムです。
で、Android ビルドタスクをもうちょっと細かく見ていくと、これもういちいち全部説明はしないんですけど、ちょっと端っこがずれちゃってるな。ちょっと右の図面を中心に説明させていただきたいんですけど、アセットとかリソースファイルを Aapt で処理して、まあアセットは関係ないな、リソースを Aapt で処理してコンパイルしてバンドルするための処理をしたりとか、 Java のコンソースと Java ファイルを渡して Java C に渡してクラスファイルを生成して、さらに場合によってはマルチデックスとかプロガードとかを呼び出してその中身を調整、まあマルチデックスの場合はですね、設定ファイルを生成するためにJava のバイトコードを全部スキャンしなきゃいけない。でプロガードやってる時もやっぱり全部スキャンして、その設定ファイルとかを元にそのコードを削るとかしなきゃいけない。まあプロガードは実際にはデバッグビルドではまあ関わらないので、まあほぼ関係ないですよね。でそれをやった後、DX っていう変換ツールを呼び出して最終的な APK を作ってると、そういうことになります。でビルド自体はまあ細かいこういうタスクの一連のタスクの集合になってるわけですね。でそれと別にデプロイメントも結構たくさんのタスクを抱えてまして、まあ、一つはまず APK の ZIP アーカイブをデバイスにエミュレあるいはエミュレーターに転送しなきゃいけない。でエミュレーターに送る場合はまあ TCP とかで使って転送するわけですね、まあ、デバイスの場合 USB とかで転送するわけですね。で、もし開発中であれば、まあ、それまでインストールされていた古いバージョンの APK デバッグのやつとかもあるので、それを一回アンインストールして、でもう一回インストールすることが必要になります。でアンインストールとインストールをやっているとデバイスの中ではさらにアプリケーション、 Android のアプリケーションってそれぞれがユーザー仮想的なユーザーアカウントとかを作って持ってるわけです。でそれをやるために、まあ、ユーザーを消して作り直して、でパーミッションを適切に設定したりとか、そういうことも、まあ、中でやってますし、さらにアートのAndroid 4.キットカットでアートを有効にしたやつとかロリポップ以降のやつであれば一回 DEX の、 こうバイトコードを OAT っていうアート向けのバイトコードに変換してやらないといけないわけですね。でそれを実行する DEX OAT っていうのが中で走ってるわけですと、まあこんな感じでビルドとデプロイメントが結構いろいろなタスクの積み重ねになっていて、まあこれだけやっていればまあAndroid のビルドとデバッグ結構遅かったっていうのはまあうなずける話なんですね。まあうなずける話なんですけど、まあそれをちょっと改善しなきゃいけないねって、で具体的にどうやって改善すればいいだろうかっていうところで、今回のインスタントランでは何をしてたかと言いますと、まず根本的な原則としてまず APK のインストールをなるべく減らしたい。でもう一つは実行さっきビルドタスクのキャッシュの話とかしましたけど、なるべくならタスクの実行回数を減らしたいということになります。でこれらを具体的に実行するやり方として、ちょっと画面が作りが微妙だな、まず APK のセットアップ自体はもうなるべく、まあ、基本的に1回だけしか行わないということを考えます。で APK は1回だけやって、じゃあその後のデバッグビルドどうするのかっていうと、ビルドっていうのはここの図面見た感じの通りに説明しますと、最初にちょっと切れてすみませんけどコードを書いて、その後そのコードをコンパイルした後ビルドされた APK をパッケージするわけですね。でパッケージされた APK をデバイスにプッシュして、でさらに今度はインスタントランの環境はちょっと特殊でして、一回その生成されたクラスファイルとか DEX とかリソースというのを別のところにちょっとアップロードをします。でそれをデバッグすると、で2回目以降のデバッグの時はそのコンパイルされた DEX とリソースだけをプッシュするという形になって、まあ最初の1回目が太い白い一線で全部やるんですけど、その下それ以降2回目以降はもうパッケージしたりプッシュしたりということをもう全くやらないと、こういうことを実現することでインスタントランはまあ実現できているわけです。でこれを、まあ、多分中の人はファストデプロイメントとかファストデブとか呼んでると思うんですけど、これを実現するためにですね、具体的に何をしているかと言いますと、皆さんアプリケーションを書きますよね。まあアプリケーションクラスまでいじっている人っていうのはそうそういないかもしれませんが、皆さんが書いている Android マニフェストでもし
アプリケーションが指定されていれば、あるいは全然指定してなければ Android.app.application というクラスが使われているんですけど、これ実際には使われません。グレードルがインスタントランの環境では勝手に書き換えます。で、Bootstrap application というクラス、まあ、もしかしたらクラス名変わってるかもしれませんけど、私これ今更話するのなんですけど、これまだインスタントランってオープンソースになってないので、全部推測ベースの話なんです。まあ、推測にはそれなりの根拠があるという話も後でするんですけど。で、Bootstrap application というクラスを使って、このクラスがアプリケーションをロードするようにしています。で、このクラスは何をしているかと言いますと、まあ、中ではモンキーパッチングって言われてるんですけど、まずアプリケーションがコードをロードするための DEX とかリソースとかのパスっていうのは、アプリケーションの中に入ってるんですね。基本的には普段は APK の中から直接読むんですけど、これを任意のパスにして変えることっていうのは、まあ、一応できるわけですね。ただできるといっても標準の API では存在しません。なので中でどういうことをやってるかというと、リフレクションを使ってですね、アプリケーションの中にローデド APK とか、なんかそんなクラスとかあったりするんですけど、それの中のこのパスから DEX とか読むよっていうのを動的に書き換えています。なのでインスタントランの仕組みって基本的にはかなり危ういんですね。で、インスタントランのドキュメントとかを見てると、環境によっては動かないことがあるかもしれないので、そういう場合はフィードバックしてくれとかいうことがあって、おそらくフレームワークのコードってそれぞれのデバイスベンダーがもしかしたら書き換えているかもしれないので、もし書き換えてたら、まあ、これがうまく動かないということがあるかもしれないので、そういうのを報告してねっていうことは言われているのかなとは思ってます。で、これを実現するために、もう一つ仕組みがあって、クラスローダーって、DEX、そもそも Android のアプリケーションって Java の普通のアプリケーションと違ってクラスファイルを読まないんですよね。一回 DEX ファイルに変換されるので。なので標準のクラスローダークラスって、なんかその機能を使おうとするとすぐなんかそんな機能は実装されていないみたいな、 Not supported みたいなエラーを投げられるんですけど、この中で Android のフレームワークの中では、ベース DEX クラスローダーというクラスがクラスローダーの発生クラスで定義されていて、でそれを応用したインクリメンタルクラスローダーというのがインスタントラン向けに実装されているんですね。でインスタントランになるとこれを使います。でこれは何をしてくれるかというと、内部的にはその、後から Android Studio あるいはGradle プラグインによって任意のアプリケーションのデータパスに後からプッシュされた DEX クラスとか辺を、動的に読み込めるようになっています。でこれもついでにリソースファイルなんかも別に読み込んだり、あるいはまあネイティブライブラリーとかも動的に別のパスに置いておいて読み込めるようになっていると思います。ネイティブライブラリーは実のところちょっと微妙で、もしかしたら今最新のやつは機能してないのかもしれませんね。でもう一つ、これで、実現した重要な要素が、分割 DEX コンパイルですね。皆さんアプリケーション開発していると、Android サポートライブラリーとか大量に外部ライブラリーを参照してビルドするかと思いますが、参照されるジャーのライブラリーって基本的にコンポーネントのバージョンアップデートするまで変わらないわけですよね。でそれに比べて皆さんアプリケーションを普段 Java コードを書いている、それはもう毎回のように基本的には変わるわけですね。なのでアプリケーションのコードというのは、まあ、皆さん すごい大量のコードをアプリケーションの中に書くということです、まあ、そんなにないとは思うんですけど、で、小さいコードになるし頻繁に更新される内容である。でライブラリーの方は、まあ、でかいし、まあ、そんなに頻繁に更新されない。 ですが今までの Java の Java のコードのコンパイルと DEX 変換の仕組みを見ると、基本的に全ての Java コードを一括でその ClassesDEX という一つのファイルにまとめてやってるわけですよ。これって非常にビルドの効率悪いわけですね。なのでインスタントランの環境では基本的にライブラリに関しては分割し一回まとめてコンパイルしてしまって、アプリケーションの DEX ファイルは DEX は別のものとしてコンパイルします。分割 DEX というのはマルチ DEX っていうサポートライブラリーなんかでも実現していることで、まあ、これはもうすでに実現している技術をそのまま使い回している、応用している感じですね。でもう一つ、まあ、ちょっと面白いのが、
彼らは中で DEX シャーディングっていう技術を使って、シャーディングっていうのは別にあのユーザーのコードはあのバラバラに書かれていないんだけど、 Google あの Google というかその Android のツールの中で勝手にあのこのクラスはこの DEX ファイルの中に入れるよとか、そういうことをあの指定して、勝手にまあ大体10分割ぐらい、デフォルトで10分割ぐらいの DEX ファイルに、うん、してるんですね。でそうすると、要するに変更されていない部分の DEX ファイルに関してはコンパイルした結果変わらなかったら、あのその後のアップロ DEX のアップロードをスキップすることができる、あの DEX というかクラスからの DEX 変化もスキップすることができるわけで、こうするとさらにまあパフォーマンスが良くなるという感じですね。でそうす、あの DEX があのアップロードされなければ DEX2OAT であのデバイスの方で変換されることもなくなるので、さらに速くなると、そういう感じです。ということで、ここまでの、あの得られた教訓なんですけど、あのインスタントビルドって基本的に、あインスタントランのビルドって基本的にもうだいぶ違うわけですね。だいぶ違うので、あのもし皆さんの中でビルドタスクなんかをカスタムで追加していたりとかすると、この辺とちゃんとうまくあの動作が合うように調整してやらないと、インスタントランが有効になっているとなんかアプリケーションがおかしくなるとか、そういう現象に見舞われることになるかと思います。まあよく言われるのはデータバインディングがまだサポートできてないよとか、これはあの APT アノテーションプロセッシングツールとの相性がなんか悪そうだっていう、あとコットリン昨日のコットリンエヴァンジェリストの長澤さんとも話して、ちょうどコットリン出たばっかだから、あのコットリンって動くんですかって、分かりませんって言って、お互いに試してくださいよって押し付けをしたんですけど、昨日しょうがないから自分でやってみたらやっぱりまだダメだったんですね。ダメというか、まあちょっと動くんですけど、まあ基本的にはダメなんですね。でコットリンもあの基本的にその Android Studio のプラグインとしてビル独自にクラスをビルドしてパッケージングとかしているので、まあ、この辺であのアップデート、さっきのビルドキャッシュとかの調整との兼ね合いで、まあちょっとまだうまく強調してくれないという感じですね。まあこういう問題が起こる。でもう一つはアプリケーションのブートストラップのプロセスが全然違うので、何かしらの問題が発生することがある。まあ、あの例えばパッケージマネージャーでリソースファイルとかを引っ張ってくると、これちょっとあのリソースの内容はあくまで APK から引っ張ってくるので、あの基本的にあの古い内容のリソースがそのまま引っ張ってこられちゃう、あのインスタントランでいくら更新してもなんか古いのが来ちゃうとかいう可能性あります。あとインストルメンテーションとかであの直接 APK の中身から呼び出してるとなんか古いものが返ってくる可能性があります。これはちなみにちょっと端っこ切れちゃっててあれなんですけど、ベイゼルっていうビルドツール Google が作ってるんですね。あのグレードルとは別のものなんですけど、ベイゼルの中にモバイルインストールという機能がありまして、実はベイゼルこのインスタントランと大体同じようなビルドシステムをすでに作っている。しかもこっちはソースコードも公開されています。なので、まあ、あのベイゼルを使うとこのインクリメンタルインストールのようなことはもうすでにできるんですね。であのもうすでにシャーデッドデクシングとか、あのインクリメンタルファイルトランスファーとか、ローディングパーツオブアプリケーションフロムアウトサイドで APK とか、あの今説明してたようなことを大体やってる、しかもドキュメントもされてるって、素晴らしいプロジェクトなんだけど、なんかどうやらベイゼルはまだちょっとそんな早くないらしいっていうね。で、あと Android Studio との統合もまだできてないので、まあこの辺はちょっと将来楽しみですね。まあいずれにしろこの辺ではもうすでに技術要素として実現しているという感じです。で、最後にというか、本当はインスタントランっていうのは半分はそのビルドシステムの話で、半分ぐらい実行の話であるべきなんですが、まあ私のあの持論で言うと、大体あのインスタントランの改善というのはそのビルドシステムの部分にある。でインスタントランのランの部分、インスタントの部分、実行の部分ですね、ここはそんなに説明しなくてもいいかなと思ってるんですけど、まあちょっとだけ説明しますが、基本的にはインスタントランのインスタントと言われている部分というのは何かと言いますと、あのコードを再起動なしでアプリケーションの再起動なしで続行することができる、更新して実行することができるというものです。でまあ、場合によってはその今実行しているアクティビティすら再起動しないで実行してくれる。で具体的にはアプリケーションをゼロから起動して実行するモードを、まあ、コールドスワップで、アクティビティは再起動するけど他は何も再起動しないというのはウォームスワップって、で一あのアクティビティの再起動すらしないものをホットスワップっていうんですね。ホットスワップっていうのは具体的にはあの今実行しているコードのメソッドの実装の中身だけちょっと書き換えてあの動かしたいとか、そういうマイナーな変更をやったときは
ほとんどホットスワップだけで行ってくれると。でウォームスワップというのはリソースの中 の, あ の, 値あの参照されている値とかを ちまちま書き換えたりとかそういうことをしたときは、そのアクティビティも一回起動し直すだけで実行させてくれる。まあ、それ以外の場合、まあ、コールドスワップというもう一回最初から起動し直しなんですが、まあ、インスタントランでないビルドに比べたら、まあ、APK の再パッケージングとかそういうタスクが全く発生しないのでやっぱりこれでもまあ十分早いといえば早いです。その目的のアクティビティまでナビゲートするのは面倒くさいとかそういう話はありますね。で、これを実現するためにグレードルは何をしているかといいますと、まあ、変更を検出するグレードルタスクが中で走っているらしく一回アプリケーションを普通にビルドするんですが、まあ、ホットスワップとかその Java のクラスの構造が変わっていないかどうかをチェックして、もしチェックされた結果のコードが変わっていなければ、まあ、ホットスワップのままでいい。逆に言えばコードの構造が変わっていないかとかそういうのはビルドタスクでチェックしないといけないわけですね。で、ホットスワップもそうですし、ウォームスワップではリソースの値とかがアプリケーションアクティビティの再起動だけで十分な範囲で変更されているかどうかとかチェックしたりとか、まあ、そういうのをやっているベリファイアーみたいなものがグレードルのタスクの中に入っています。で最後に、マニフェスト Android マニフェスト XML とか変更されていると、これもコールドスワップもできなくてウォームスワップするしかウォームスワップもできない、コールドスワップできなくてアプリケーションの再インストールしなきゃいけないんですね。これはどうあがいても変更のしようがない、まあ、こういうのをチェックするためのベリファイアが中でグレードルタスクとして走ってます。で、まあ、ここまででほぼ話は終わりなんですが、インスタントアプリケーションの実行というのはなんか私はもうちょっとまともになるんじゃないかと思っていて、でこれはもう全然 Android とグレードルの話ではなく今までもうちょっといいものがあったんじゃないかとしていう話で紹介したいものが3つあるんですが、一番最初に2012年に Apple の技術者のブレッド・ビクターという人が Inventing on Principle っていうプレゼンテーションをクロス2012っていうどっかのカンファレンスで発表したんですね。これは何をしたかというと、その ID じゃないですけどコードエディターを開いてコードを記述したらその場でそのコードが実行されて横のなんかペイン結果ペインみたいなところに即座に反映されて表示されるっていう機能で、これはすごい分かりやすい。でこれをもうちょっと発展させたものが Xcode Playground っていうXcode に追加された Swift と一緒に追加された機能ですね。これが実現していると。でちなみにこの Inventing on Principle っていうのをモノマネしたザマリン、うちの会社のエンジニアが Making Instant C Sharp Viable っていうブログポストを書いてですね、まあ、彼はそのこのプレゼンテーションに感銘を受けて、まあ、ほぼ同じものを .NET と C シャープで実現したんですね。2012年の話ですよこれ、ちなみにでこれを発展したのがザマリンが1年2年ぐらい前かなに発表したザマリンスケッチズっていう、まあ、ほぼ Xcode プレイグラウンドと似たような機能です、ね、を実現したものです。で最後にこれぜひとも本物というかその動いてるものをお見せしたくてちょっと見せしたいんですけど、コンティニアスコーディングっていうプロジェクトをザマリンの コミュニティのコントリビューターがオープンソースで GitHub で公開しているやつがあって、これは何をしてくれるかというと、その既存のザマリンというのはその独自の ID とかを使っているんですけど、まあ、それじゃなくてもビジュアルスタジオとかで書いている本物のアプリケーションのプロジェクト、これの中身を書き換えてその場で実行してくれるっていうやつがあるんですね。でちょっと動画があるので、これは動画がタイミングよくですね、今日うちのボス、うちの会社の CTO が実行したやつがあってですね、今ここでコードホワイトとか、これアプリ iOS なんですけどもう一回最初から表示しますよ。コード今ブルー UI カラーブルーっていうのを指定しているところを今青いの出てますね、これホワイトって指定したらその場で値が変わって白になる。でさらにこっちでレッドって書いたらその場で赤くなる。これちなみにコード自体は完全にアプリケーションのコードですね、そのまま実行できると。こういうのがインスタントなんであってほしい今すぐにっていうのは当然無理だと思うので、これを実現するための技術って、ね、結構高度なものなので、これをこれと同じものを やってほしかった、やってほしい
Google にはそういうのやってほしいなというものを期待しているという感じです。これがまあ僕が思ってるインスタントってやつですねというところで完全にAndroid Studio と離れたところでオチになってしまいましたけど、以上で私の話は終わりにしたいと思います。何かご質問とかありますか。はい、じゃあもし、何かであれば懇親会とかこの後の感じ、何かありそう、どうぞ。まさしくその通りだと思います話をしなかったんですけど、ビルドタスクを設計するのってすごい難しいという話もありましたけど、それと別にコードの差分をちゃんときっちりと検出してくれないと要するにホットスワップ、これもし実装部分だけ置き換えているという判断すれば、インスタントランホットスワップをやってそのアプリケーションアクティビティも再起動しないでやるんですけど、もし間違ってコードが実際にはもっと変わっているのにホットスワップしてしまうと不具合になる、実際のコードと違う結果が得られるということになりますし、まあ、逆に本当はホットスワップで足りるはずなのにコールドスワップしちゃうというのは、まあ、別にバグとまでは言わない、ただ結果的に再起動がアプリケーションの再起動が頻繁に起こるので、まあ、あまり良くない。だからなるべくならそこは僕がこんなことを言ってもしょうがないんですけど、なるべく安全側に倒して実装してもらいたいなっていう感じであります。我々がここにいる誰も実装する人はいないと思うんですけど。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと時間が、もう過ぎてしまっているので、以上とさせていただきます。すみません、ちょっと最後いいですか。すみません。最後にいろいろ細かい話を、今日できなかった話をブログじゃない、キータには書いているので、このスライドの最後のページ見ていただければと思います。以上でありがとうございます。ということで、野さんありがとうございました。ありがとうございました。